はい、最後水曜中華ラビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、本日は11月の24日金曜日、旧暦のうちなぐいみでは10月の7日なといび。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきお願いをしたいと思いますが、まあ昨日はね、勤労を感謝する日ということでございましたね。働いている皆さん方ね、これ私もね、子供に言われたんですけど、働いている人に感謝をするのか、それとも、勤労をできること、いわゆる働くことができていることに感謝をするのかということで質問された時ね、うちの娘頭がいいのか頭が悪いのか僕も理解できなかったんですけどね、まあ、いずれにしてもどちらもね大事かなと思ったりもしましたね。当たり前に働くことができるっていうことは本当に、私たちにとって大事なことでね、生活の糧になってるわけですからね。そういう意味では昨日もですね、沖縄キャリア教育の日ということでございまして、私読谷フォーラムに参加させてもらいましたけれども、やはり、人と人のマッチング、仕事と人のマッチング、それぞれ私たち人間がね、抱える課題多いと思いますけども、常にその関さんに向かいながらですね、努力してまいりましょう。今日も一日お付き合いをいただきたいと思います。それではインタンジャー出番ですよ。今日も1時間お付き合いください。お相手はナクセントマルです。いたしくウニゲサビラ。お送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いください。いやー、お天気の方もね、昨日まで、まあ、今朝ほどまでってもいいんじゃないかな、かなり冷たかったんですけども、気温の方も、最高気温21度ということであまり上がらないんですが、まあお天道様がもう明るくね輝いておりますので、そういう意味ではちょっとポカポカ陽気っていう感じがするのかなと思ったりもいたします。まあいずれにしても、天候がね不順でございますので、お体を気をつけてお過ごしいただきたいと思います。この後の週間天気予報、たった今沖縄気象台11時発表の天気予報によりますと、今日はささってとお天気の方が、下り坂になってくるわけなんですが、週明け火曜日からは、晴れマークも見えてまいりますのでね、そこら辺期待したいですよね。まあいずれにしても三寒四温みたいな形で3日寒くなって4日暖かくなるという、そういうね、季節が変わり目ついてくると思いますので、風邪などひかないようにお気をつけてお過ごしください。
さあ、冒頭でもお伝えしました、まあ私たちね当たり前に生活をしているという話もありましたけれども、でもそれぞれの努力があってからこそ当たり前っていうのは出来上がっているんじゃないかなと思ったりもいたします。まあ、それにおごることなくまたね私も頑張っていきたいなと思っております。どうかFM タンも応援よろしくお願いいたします。というわけで、さあ早速ですけども今日のゲストね、全く勤労とは、まあ、関係ないって言ったら怒られるかもしれませんけどもね、今日はですね大変素敵な方々、お迎えしております。おそらく今ラジオを聞いている人はネットを見たくなるんじゃないかと思うぐらいですね、素敵な方をお迎えしております。まずは、この方々、それぞれ一人ずつ自己紹介してもらいましょう。皆さんこんにちは、はい、おはようございますこんにちはですかね、はい、日本国際飢餓対策機構という NGO の団体がありますが、そこの啓発の総主事をさせていただいている田村二郎といいます。主にこの沖縄では世界食糧デーの大会を南部中部北部、はい、また3つの島でさせていただいています。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まあ世界食糧デーというと私はいつもこの方をゲストにお迎えしているんですけども、この方まずは声を聞いてみましょう。はい、皆さんこんにちは。10月にはこの間も、出させていただいた、はい、池原直明です。読谷で、十字架福音教会ですね、はい、牧師させていただいております。今日も読んでいただいてありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。10月の1716か、ごめんなさい、世界食糧デーということでね、ありまして、私も東モール行った時にたまたまその日だったっていうのがあって、ああいう国であったとしてもやはり、いろんな NGO の皆さん方がその世界食糧デーっていうものをねやっぱり地域に伝えていこうということでイベントをなされていたものを今思い出したわけなんですけどもね、まあ、我々沖縄の人にとってあるいは日本の人たちにとってその 10.16 世界食糧デーっていうのがもっと身近になっていただくことを願いながらですね、私も番組で池原さん ね、紹介をさせていただいてます。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そして今日はスペシャルゲストじゃないですけれども、来ていただいている方が田村さん、はい、ちょっと紹介をお願いしていいですか。はい、もう沖縄では泣く子もだ、うん、あ、じゃないですね、誰もが知ってると思いますが、はい、歌手のまなみです。はい、うわ、多分泣く子も黙ると思うんですけど泣く子も黙る、ね、はい、泣く子は笑うぐらいですねはい、まなみさんです。はい、皆さんこんにちは、シンガーのまなみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、もうびっくりですよね。まなみさんがこの番組に入って、あるいは、FM さんに来ていただくということ自体がもうめちゃくちゃ嬉しいので。いや、でも私読谷村の出没率が高くてですね、うん、なんですか。あら、この近くのカフェが本当に大好きで、はい、へー、はい、趣味はカフェ巡りなので、読谷村は本当にね出没率素晴らしいカフェたくさんあるので、熊注意じゃなくてまなみ注意、はい、ある意味ピンクのポスターぐらい作っておきたいですね。じゃあ次の方行ってみましょうかありがとうございます。いや、今日ね本当に、まなみさん来ていただいております、ね、その関わりもまたこれから、はい、田村さんなどお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そして今日は実は、先ほど田村さん国際飢餓対策機構ということで、はい、でしたけれども、沖縄事務所もあるということで。そうです、沖縄は那覇市の、はい、久米にありますが、はい、そこの事務所の責任を負っていただいております。はい、太田留美子と言います。はい、皆様こんにちは、はい、太田留美子です。よろしくお願いします。事務所の、はい、担当させていただいています。ありがとうございます。今日ね4名様来ていただいておりますね。本当にいろんな形で情報をね提供していきたいと思っておりますので、1時間お付き合いいただきたいと思います。まあラジオっていうのはまあこうラジオに向かってテレビみたいにずっと1時間ね、面と向かってっていうことはないんでしょうけれども、お仕事をしながらとか、運転をしながらの中でですね、何気なく耳に入っていただければ幸いかなと思ったりもいたしますし、また特に興味を示す方においてはですね、この放送ラジオでもお届けしていることを伝えてますが、実はインターネットでも映像を交えながらお届けしております。ネットの方でもね私たち今映っておりますので、見ることができますし、特にまた今日はまなみさんが来ているということで、どうして日本国際飢餓対策機構とまなみさんが一緒に来ているんだということでね、そういう意味もこれからねお伝えしていきたいと思っております、はい、ぜひねご覧になっていただきたいと思います。FM タン初出演ですもんね。あ、でも一度、うん、番組他の番組出演させていただいたの で、ま、2回目にはなるんですけどね。めちゃ嬉しい、はい、
そうなんですよ、はい、今日はもう急遽出演いただいたもんですから、いつもだったら鼻が後ろの方にね、あの他の番組みたいになんか今日はない、ね、今日ない、今日緊急でしたね。でも楽しみです。はい、すいませんもうちょっとちゃんと、はい、こっちの問題なんですね。そうですね、なるほど。いや、まあ、ちょっとこう出る話はしてたんですが最終確認、最終確認、ね、はい、お伝えするの忘れて、ね、もしかするとこちゃん、あのタモリの某番組みたいにね、花がたくさんこう今まで一度もないですけどね、はい、でもね今日はね、そういう華やかさも求めながら、番組で進めていきたいと思いますので、読みの皆さん今日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さて、直樹さん、ちょっと先に伺っていきたいんですけど、読谷でね、はい、エペンタンとこういう形で、まあ、世界食料デーということで PR をさせて、はい、来ていただいてもう確か 4,5 年ぐらいになるかな。そうです ねだいぶなりますね。ねえ、なりますけども、実は私がですね、直樹さんと、まあ、直樹さん、池原直樹さん自体とはもともとこう私の前職時代からね、そうですね、お付き合いがありまして、私が天井院時代に中学校の生徒だったという。そうなんですよ、中学校3、私が中学校3年生の時ですから、ね、長いですね。長いね、はい、恐ろしいね。え、14歳15歳だろ。15歳、はい、怖い、はい、まあ、その話を置いときましてその、お会いする、また再会する前に、実は私、今手元に持ってきてありますが、はい、ゴンダールの優しい光というね、この絵本を手にすることがありまして、これをこう読みながらこう見た時にはもうちょっともう僕はショックというか、もう隠せない、うん、本当に、でこれをなんとか伝えたいっていうことだったんですが、まあ、ラジオ的にですね、一般放送上こう絵本をそっくりそのままお伝えするっていうのは、うん、権利の著作権の問題があって、なかなかお伝えできないんですが、まあ、でもぜひ番組ではこのゴンダールの優しい光、皆さんぜひ読まれていただきたい、ということでご紹介はさせていただいてね、まあ、一冊でも多くたくさんの方々が知っていただければと思いますので、今日もご紹介をしたいと思っているわけなんですけども、まあ、こちらの中で実はその、日本国際飢餓対策機構というものをちょっと拝見することができまして、はい、田村さんちょっと本の紹介をお願いしたいなと思って、この内容は、うん、まあ、ゴンダールというのはアフリカのエチオピア の北部にある、まあ、非常に極めて貧しい村の名前なんですね、はいはい、うん、1984年に大干ばつがあって、まあ、100万人餓死したと言われるその時期に、私たちも国連と協力をして食料援助の働きを、はい、まあ、私たちの先輩スタッフがそれを行いました、うん、はい、その時に出会った村の、まあ、おじいちゃんであったり、またそこに来た隣村から来た2人の子どもたちだったり、うん、ね、その一つの出会い、だから真実の出会いなんですね、うん、はいはいはい、その物語を、うん、要署名さんがこういう絵本にしてくださって、まあ、優しいね、はい、絵本ではありますけども、もうストーリーに関してはかなりこう訴えるものがあるなっていう、そういう、まあ、飢餓の状況で、それこそもう食品、うん、食べ物の取り合いするような中で、はい、その主人公になるおじいちゃんが、うん、隣の村から来た子どもたちに、うん、隣村ですのでそこで食料もらえなかったんです ね、うん、そうらしいですね、その子たちに分かち合って、うん、はい、家で待っている お父さんやお母さんにという、うん、ね、そういう分かち合いが、あ、そんな中でもあると、そ, う、ね、でそこで主人公である、うん、その僕と出てきますが、うんうん、彼がいろんなことを考えさせられて、うん、で日本でこの分かち合いってあるんだろうかなっていうような内容がこのゴンダールの優しい光です、ね、はい、もうぜひね、これは学校そこにも選定図書になっているので、ね、はい、全ての小学校、少なくとも小学校の図書館にはあるはずです、うん、はいはい、ぜひともね、お読みいただきたい、またご購入いただければ幸いでございますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。さて、今お話の通り日本国際飢餓対策機構ということで、今日は啓発事業部田村さん来ていただいております、はい、そして、沖縄事務所の、太田さんね、また読谷でその活動を、主にやっていただいている池原さん、さらには、広報担当って言ったらいいんでしょうか、真奈美さん、はい、私はですね、うん、国際飢餓対策機構の親善大使として、はい、親善大使、はい、広報というか、はい、啓蒙活動をさせていただいております、はいはいはい、それで今日はですねご一緒にね、忙しいスケジュールの中、今日の日に合わせて来ていただいておりますので、この後 CM 挟みまして、はい、真奈美さん、はい、またどういうきっかけでこの飢餓対策機構さんと、はい、まあ、
ご一緒にお仕事をするようになったのかとか、はい、またマネさん自身がそれに対してどのような思いがあって、はい、今に関わってきているのかということをちょっと伺っていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はですね、私たちが、当たり前に、食してるいただいている食べ物、それから日本イケルさんもね、前の番組でお話されてましたけど、破棄される食料品っていうのがもう日本はとつまなく大きいんだということを踏まえながらですね、またね、そういう話も挟んでいきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。それでは一旦コマーシャルです。お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲスト、日本国際飢餓対策機構から、田村さん、そして、ユミタンデスの活躍をなされております池原直樹さん、そして、まなみさんでございます。はい、まなみさんって誰かって感じで思ってるか、はい、お前の同級生か、誰か、まなみってっていうふうにね、なんか呼び捨てしてるやつがいるみたいな、そんな感じで思いますけど、あのまなみさんです皆さんって感じですよね。そうですね、もう、テレビではすごいですもんね、はい、もうはい、CM の歌も歌わせていただいております、はい、ね、一番身近に感じるんじゃないかなと思いますけども、はい、でも音楽活動もすごいね、はい、もうデビューしてはどれくらい、デビューして7年です、うん、7年ですか、はい、うわ、ね、早い展開ですね。で7年っていうとね、でもそうです ね素晴らしい、はい、で日本国際飢餓機構さんとの関わりっていうのはいつ頃からだったんですか。お会いしたのは5年前でですね、うん、ちゃんと活動を始めた親善大使になったのが2013年なので4年になります、はい、なるほどね、はい、いやでもそのきっかけっていうのは何だったんですか。そもそもきっかけを話すとですね、うん、その1日ぐらいかかるんですけど短縮して話すと、はい、めっちゃ短縮してください、はい、私は自分で作曲作詞もしてるんですけれども、うんうん、はい、やっぱりその歌を歌う上でも、うん、まあ、いろんな、考えというか
なんかどのような歌をこれから歌っていけばいいかなっていうのを常に考えていて、やっぱりその歌を歌うっていうことは、ね、たくさんの方にも聞いてもらうということで、どのような歌を歌っていけばいいかなということをですね、ちょっとこう悩んでいた時期がありまして、でやっぱもっと深い歌を歌いたいな、まあ、そんな時にですね、あの私あの那覇空港で帰りの、あの東京行きの飛行機を待っていたんですよ、うん、カフェテリアで、はいはい、でその時は本当に悩んでて、これからどうしたらいいかなっていうふうに思ってたんですけど、あのちょっと隣に、はい、4人組の方が座ってらして、すごい面白い話をしてるんですよね。ちょっとだけ教えてください、この面白い話は何ですか。あの世界のその食料の、あの飢餓の話だったりとか、まあそういう話をされてて、ですごくなんか心惹かれるものがあって、ちょっと聞き耳を立てて、そうなんです、うん、すごい興味があったので、なんかこう飢餓ってなんだろうとか、世界の状況ってなんだろうと思ったので、自分から隣に行ってですね、はい、あの声をかけたんですよ。あら、ですいません、私あのオリオンビールの歌を歌ってます、あのまなみですけれどもみたいな感じ でそこに座ってらしたのが、うん、あの今日一緒に来てくださってる国際飢餓対策機構の総指示の田村先生、そしてあの太田さんがいらっしゃって、あ、なるほど。で最初はあの私のことをあのもちろん存じてなかったので、すごいもう怪しい目つきで誰だこのこいつはいう感じで、で、そうです、そうです。誰みたいな。そうなんです。うん、ただなんか本当にこの方たちのお話が聞きたいっていう一心でですね、はい、私は勇気を振り絞って話しかけました。うん、でそこから、あのこの団体の活動の内容を知ってですね、ぜひあの勉強会に来てほしいということで、まあ、そこからちょっと勉強会に参加させてもらうことになりました。いや、でもですね、普通そこに聞き耳を立てるっていうことがなかったんだけども、やはりアーティストとしてその自分自身が何をこれから伝えるべきなのかっていうことを、はい、やっぱりこうな悩み悔やむ時が来るんですね。毎日悩んでます。そうなんですか。あら、なんとそんな感じはしないんですけどもね、はい、そうですか。でお話を伺って、そうですね、うん、でやっぱりあの初めて知ることが多くて、でまずその自分 その身の回りにはそういう飢餓っていう環境がまずない、うん、ですよね。で一日に食べ物を、ね、食べない日なんてないし、うん、こう物が溢れてる中で、うん、本当にこの一日にご飯食べれるか食べれないかの状況に陥ってる人っていうのが、世界に70億人中、はい、ね、もう9億人10億人っていう中に、うん、あ、そうですよね、8人に1人ですかね、8億、約8億人で、うん、ね、だいたい世界人口の9人に1人が9人に1人飢餓人口です。なるほどね、まあ、そういう、情報を、うん、あの初めて知った時に、うん、ものすごい自分の中衝撃を受けて、うん、であのどういうことなんだろう、じゃあ、うん、世界に食料が足りてないのかなとか、うんうんうん、まあ、そういうところからいろんな疑問を持つようになって、はい、勉強会していきましたね、はい、なるほどね。いやでもその話伺って、まあ、勉強会参加したりとか、はい、まあ、そんな中において一番今お伝えされてた中で気になったのは、そこでこう音楽っていうものに自分自身の中で落とし込まれた後、うん、何かこうやっぱり変わるものあったんですか。そうですね、今まではこう自分の知ってる範囲の世界の歌だったりとかするんですけども、やっぱその世界に目を向けた時に、うん、こう自分の立ち位置がどうなのかっていうのをすごく感じるようになって、はい、でよく皆さんもおっしゃってるんですけど、うん、ほらあの沖縄からこう内地に行った時に沖縄の良さが分かるとかね、言いますね皆さんね、まあ、そういうような感じで、うん、こう、はい、世界に目を向けた時にこう自分のこと、自分の足元が分かる、はい、こんなに日本って恵まれてるんだ、うん、こんなに沖縄って素晴らしいんだ、うん、まあ、そういうことをもうすごく感じるようになりました、ね、はい、じゃあこれは楽曲制作にも関わってくる。そうですね、うん、一番私の中での楽曲制作で影響を受けたのは、うん、あの一緒に、この団体の方たちと行ったあのフィリピン、うん、はいはいはい、の旅が私の曲に一番影響を与えたんですが、まあ、その時にもう本当に貧困地区、うん、もう凄まじい場所に行かせていただいて、うん、
で、その時にね、あったの栄養失調にかかった男の子とこう目と目があった時に、ものすごくこう自分の心の中が揺さぶられるものがありまして、まあ、この、今インターネットの中でね、見てる方はちょっと分かりづらいかもしれないですよね。後ほどちょっと、これお伝えしましょうね。そうですね、まあ、そんな中でいろんな、世界の子どもたちと会って、変わりました。そうか、はい、すごい。いや今ね私スタジオで、拝見して写真伺って見ることができました、はい、ネット上でもぜひ皆さんにもお伝えしたいなと思う。 CM 中にですねこの映像もお伝えしたいなと思うわけなんですけど、はい、やっぱり、僕もねやっぱり東ティモールに行った時に、はい、それはすごいこう痛感しました。東ティモールですね、はい、やっぱりこう自分のやっぱりこう本当にこう本当にマリムさんがおっしゃることだと思うんですよね。立ち位置が変わると見方が全然変わってくるわけなんですよね。そういう意味では本当に皆さんにもそういう機会をしっかりと、体験してもらえればなっていう思いは当然あるわけなんですけども、ぜひ今日の番組がそのきっかけになっていただければと思うわけです、はい、でそのマリムさんがそのなんていうんですか、この音楽にその本当にこう自分自身の新しいセンスが生まれたって言っても過言じゃないと思いますけど、その時の曲が今日ちょっとご紹介、この曲はどうしてもご紹介したいっていうのがあるということで、はい、うん、では皆さん聴いていただきたいと思います。ハンズオブラブ、はい、ぜひ聴いてください、はい。Come walk on.
送りしておりますインタンジャ出番ですよ、今日のゲスト日本国際飢餓対策機構から、田村さん、そして、先ほどご紹介させていただきました、その、親善大使ということで、まなみさんも今日は来ていただいております、はい、よろしくお願いいたします、はい、それから、まあ、我が後輩であります素晴らしき後輩池原直樹でございますはい、ありがとうございます。池原さんいいな、あなたは。え、まなみさんとこうやってこうお近づきがあっていやいや、今日ちゃんとまともに合ってるんですよ今日しかです普段は僕もステージの方から見てるような、あ、ステージの方を見てる、そうなんだ、はい、いやめっちゃ嬉しいね。そうですね、我が家みたいに来ていただいてもう密かに現れてるらしいんですけど今度まなみを探せっていう人たちが多くなってくるかもしれないねそうですね、カフェに貼ってたらそう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 いるかもしれないと。はい、ということで今日はね、ご飯3名で進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ、お話伺いました日本国際飢餓対策機構ということで、ちょっと、お名前的には固く聞こえるかもしれませんけど、先ほどまなみさんおっしゃってました、本当に私たちが、恵まれている環境の中で、でこれだけその世界中に、まあ、約9人に1人の方が、飢餓人口として、数字が出ているということを考えると、本当にこう私たちができることは一体何なのかなって、やっぱりそこに一番、ファーストステージ上がってしまうんじゃないかなと思いますけども、まあ、そこら辺を、まあ、少しずつですね、日本国際飢餓対策機構としては、毎年1回10月の16日の世界食料デーにイベントを行って、はい、その時にはまた丸美さんもね、本当に各地に、はい、足を運んで、はい、ね、はい、そのイベントの PR 活動にも本当にこう寄与されているということでありまして、なんかあの楽曲も提供されているということで、はい、はい、あの先ほど皆さんに聞いていただいた、うん、ハンズ・オブ・ラブもそうなんですけど、うんうんうん、前のアルバムに入ってる、愛の輪、そしてまあ今年もですね、楽曲提供させていただいて、うん、まあ、一つ一つの曲の背景にあるのは、はい、うん、このフィリピンに行ったりとか、うん、この勉強会で知ったことなんですけど、先ほどのですねこのハンズオブラブの背景にあるものというのが、私がフィリピンにいた時に、はい、まあ、一番衝撃を受けた場所だったんですけど、うん、この皆さんインターネットをご覧になられてる方は、うんうん、先ほどちょっと見たかと思うんですが、ね、今入ってますね、まあ、はい、3歳4歳ぐらいの男の子が、うん、裸ん坊で、立ってる写真なんですが、これ私が iPhone で撮ったんですね。そうなんですか、はい、でこの男の子が立ってる場所、うん、まあ、この男の子が住んでる場所、うん、それが周りから察することがもしかしたらできるかもしれないんですけれども、うん、中曽根さんこれどこだと思います、この男の子が立ってるこの、石っぽいところ、なんだと思います、なんか見当がつかない。あ、そうなんです、ラジオを聞いてる皆さんはね、写真、うん、写真がちょっと見えないんですけれども、うん、はい、まあ、ボロボロの、まあ、石の上、あと周りにはですね、ですね、本当になんか衛生状態も悪いような、うん、まあ、布が散乱してたりとかするんですけど、はい、ここ実は、うん、マニラの中にあるお墓の墓地地帯なんですね。でこの墓地のこの中で生活を余儀なくされている家族がなんと100世帯以上ある場所に連れて行ってもらって、で実際にこの場所の歩いてみました。で男の子が立ってるのも、うん、お墓の上なんですよね。これお墓なの？お墓なんです。そうです。でお墓の上を私たちは歩いて、さまざまなその家族に会い、人に会いに行ったんですけども、もうその、もうその体験は本当にもう100分は一見にしかずっていいんですけども、うん、まあ、聞いてたその数字とかを超えて、はい、もうこれはもうどういうことなんだっていう、まあ、今曲も書かせていただいてるんですが、うん、まあ、その時からやっぱりその今まではね1対100とか1対1000とかね、うん、いろんな人に向けてっていう気持ちだったんですけど、はいはい、この男の子と出会ってからはもう1対1の関係を大事にしよう、このどれだけ一人の人の心に寄り添えるかっていうのをテーマにして作りましたね。うわ、すごい変わりましたね。変わりました。そういう意味では、そうなんですよね。でも自分の世界観、また生き方も変わってきてるので、うんうん、
でも本当に人と人がこう寄り添うってすごくなんていうんですか、すごいエネルギーを使うんですよね。ね、確かにね。そうなんですよ。うん、まあ、でもその理解し合う努力っていうのは、うん、どっちかというとその恵まれている私たちの環境からするとちょっと上から目線になりがちなところがあるんでしょうけれども、うんうんうん、そこはやっぱり現地にあるいはその人と会うとそれが変わってくるんですよね、うん、そうですね、うん、ここで机上の上であの9人に1人なんだって言ってるとああ本当大変だなっていうぐらいしか思わないけれども、うん、やっぱり現地に行くと、うん、わこれなんだと、そうですね、そこに俺が今いるんだっていうことを考えると本当にこう、自身のライフスタイルも変わるぐらい本当にセンセーショナルな出来事が受け入れられるっていう感じがするんでしょうけどもね、うん、うん、それで、まあ、先ほどちょっとお話ありましたその、沖縄でのイベントとか、はい、あるいは、各地で行われていると思うわけなんですけども、はい、そのなんかテーマ曲今日なんか動画も準備されてるということで、そうです、田村さんの方が、はいはい、せっかくですからこれもご紹介しながらお願いしたいなと思うわけなんですけど、はいはい、今年のこのテーマソングにはなってるんですけどまだあの CD にもリリースされてないので、うん、はい、そうなんです、マジですか、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います、はい、Living with you といって共に生きようというのがテーマの、はい、曲になってます。はい、それではお聴きください。時に強さと言うけれど誰かに愛された記憶はあなたの生きる力になるの。
ありがとうございました。お届けしましたのがこの曲は、まるみさん、はい、Living with you という、うん、まだ CD になってない曲なんですけども、うわ貴重だな今日の番組公開させていただきました、ね、はい、もうありがとうございます、はい、いやもうなんかもう本当に一人一人の子どもたちのそのメッセージが最後すごい印象的だったんですけれども、はい、ちょっともう俺もうるうるいきますけどもね本当にね、なんていうのかな、やっぱり本当に自分の子どもたちってどんなに恵まれてるのかなとか、まあ、自分もですけどもね、俺たちは本当にどんだけ恵まれてるんだろうって、やっぱりこの子たちの笑顔を見るとそうですね、全然そんなこと考えさせてくれないっていうぐらい、まあ、本当に今日は田村さん本当にこの動画もね、ありがとうございました。こちらこそ、もう嬉しい限りで、もう皆さんに、ね、うん、インターネットから見ていただいてのとてもありがたいですね、うん、こんな素晴らしい曲を毎年提供してくださるのは、ね、本当に、まあ、我らではなかなかできないことを、うん、こういう協力者の方々がね、本当に裾野を広げてくださるというのは感謝で、うん、最後 の子供の夢もそうなんですが、うん、エチオピアの10年ほど前ですけどね、はい、ある村に行ったら、うん、子供将来の夢何って聞くとね、うん、大人になりたいって反応がありました。ほとんど全ての子供は大人になれない、それもなれない子供の率が非常に高い、うん、そんな中でもし大人になることができたら、うん、でこれが前提なんですよ ね、 なるほどね、それを考えたら、ああ一人でもそれが当たり前になれる世界が ね、生まれてほしいなと思います、はい、ありがとうございます。本当にこういうまた楽曲を本当にこうメッセンジャーとして真由美さんがこう親善大使としていろんなところの活動をなされるというのは、本当に我々、ね、うちなんちゅにとってももう誇らしき学びという感じですね。本当に、まあ、いつもね、なんか海で踊ってる、うん、イメージ、海に生息してるんじゃないですかってよく言われるんですけど、イメージがね、ありますけど、那覇市内に住んでます。たまに読谷に行きます。たまに読谷に行きます。はい、でも本当にね、はい、その学びさんがこういうね、はい、私それぞれの役割があると思います。学びさんが学びさんの役割としてそういうことをね、はい、楽曲を作って、うん、また、飢餓というもの、私たちの、社会環境に訴えるべきものっていうもの。のね、またメッセンジャーとして、ね、うん、これからも活動を、ね、幅広くやっていただきたいなと期待したいと思います。ありがとうございます。さあお送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。一旦コマーシャルをお届けいたします。はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日はですね、本当にこう
なんか、いいな今日、はい、いい金曜日いいなまなみさんが来たこともめちゃくちゃ嬉しいんですけど、なんかね、これが多分まなみさんがいなくて田村さんと池原直樹さんだけだったらさらにね、なんかちょっとなんかお堅い雰囲気でみたいななんかでもまなみさん来ることによってね、なんかもっとすごい親近感があるっていうか、本当そんな風に言ってくださったら本当またぜひ呼んでください。もう嬉しい、ぜひ呼んでください。もういつでも、OK、大好きなので私、もうカフェの帰りに言ったらすぐ応援しますよ。本当ですかまなみさんの時間に合わせますから、よろしくお願いしますいやもう本当ねありがとうございます。ぜひね、またこれからもいろいろと海外へのそういう自然大使としての活動もあるということで、ちょっと今田村さんからありましたけど、はい、そうなんです、うん、来年はボリビアの方に、うん、一緒に行かせていただきますので、うん、連れてきます。あ、はい、そうですか。また、はい、何か変わるんじゃないかなと思ってます、ね。うん、ボリビアなんかっていうのは、ね、私たちからするとやっぱりすごいもう大国でもあるって思うんですけど、まあ、南米の中では多分一番貧しいだろうと。そうですか。でどうしても高地なんですよね。あ、そうですね。そういうとこが多いので、そのあたりの環境の、うん、厳しさとか、だからちょっと心配なのは 4000m に耐えられるだろうか、富士山よりも高い、降りる空港がもう3800ですから。そうでしたね。あれは ラパスですね。ラパスが3800で、町がだいたい3500ぐらいなのでね。ですよね。本当大変なとこ、僕も一度ねちょっと酸素が、ね、薄いので、うん、まあ、大変ですよあれ。もう若いからといって普通に行ったらもうぶっ倒れますからね最後。ちょっとね、でも本当にね、行こうかね、本当に迷ったぐらいちょっとドキドキしてるんですけどね。チケット取っちゃいましたから。そうですよ。じゃあノーはなしで、もうノーはなしで、ね、はい、ぜひ行ってください、はい。もう我々ね、日本を代表していくわけですから、ぜひもお願いしたいということになります、はい、沖縄ゆみたん代表していきます。あ、もう嬉しい。まなみさんがゆみたんって言っていただけるだけ直樹最高だね、はい、最高です ね。ぜひ来年から、はい、毎年日程す組んでから番組1時間。そうですね、もう早めに、早めに年間予定入れておきましょう、うん、そうですね。田村さんもぜひ一緒に ね、沖縄からついてますので、すいませんいや、なんか僕もちょっとついでっぽく言ってしまったので申し訳ありません。大先生に向かいまして、いやもうありがとうございます本当に。でも海外の活動であったりとか、まあ県内も含めてなんですけども、まあ日本国いろんなところでやっぱりこう、田村さんなんかこう訴え続けていると思いますが、まあエンディング的になりますけれども、はい、ラジオ機の皆さん、読谷地域の皆さん方、そしてネットをご覧の世界中の皆さん方にも、はい、やっぱり読谷から発信していきたいと思いますので、一言いただけますか。はい、ありがとうございます。本当今日は貴重な時間ありがとうございました。ごちそうです。まずは今世界に食べることができない方々が8億人いる、うん、はい、その現実と私たちの現実があまりのギャップの大きさに、うん、なかなかこう本当かいなとかこう現実味がないと思うんですが、うん、でもちょっとインターネットが調べていただいたら、はい、この1日1食食べることができないで4秒に1人、1分間に17人命を落としている、うん、これはもう紛争でも戦争でも病気でもなくて食べられないというだけで、私にとったら食べられるのは当たり前、うん、いや捨てるのも当たり前、うん、でもその我らが捨てるゴミさえも食べることができない方々が世界にはこれだけいらっしゃると、うん、同じ人間、うん、それが生まれた場所や状況によってこれだけ違うということに、まず私たちは食べられることの感謝とともに食べられない方々にどう持てるものを分かち合うことができるのか、うん、でそれは募金というお金ということだけではなくて、うん、若い方々であるなら将来の働き、仕事、うん、そういう職業選択の中に、うん、はい、そういう方々にまた世界に貢献できる働きをついていただいたら、なんかそういう選択肢にしていただいたら、うん、私たちのこういう毎月出しているニュースレターもあるし、はいはいはい、もちろん食料デーの大会に来ていただいて、うん、世界の情報を知っていただく、うん、その事柄の中に何か思いが選択肢が広がっていく、そういうふうになっていただいて嬉しいなと思います。そうですね、はい、まあ、いろいろな形で の窓口があると思いますので、ぜひね、そういう大会の方に参加でいただいたりとか、まあ、これからまなみさんをテレビで見ると、あ、はい、食料ちょっと大事にしようとか何かこう協力ができるもの、ね、ね、あなたの一食分をとか、ああいうね、はい、協力体制もありましたね。直樹さん、ぜひもうまた来年に向けて1年の活動として、ね、はい、やっていきましょうか。はい、うん、よろしくお願いします、ね、実際この、まあ、私たちは世界食料デーというその大会がメインの活動にはなっているんですが、うん、はい、しかしやはり1年を通して必要というものはありますし、うん、また食料だけではなくて子どもたちにしっかりと勉強も、ね、させるための支援というのも、そうですね、はい、必要なんですね、うん、それを
その年間を通してそのようにその支援していただける方々は本当に、願っておりますので、うん、ぜひですね、ご協力をお願いしたいところです。よろしくお願いしたいと思います。また、はい、田村さんぜひこれも紹介を、はいはい、うん、私どもではこういう募金箱、うん、先ほど一食分とか、はい、食べたつもり飲んだつもり、ね、まあ、ちょっとコーヒーいっぱい、ね、うん、飲んだつもりにちょっとワンコイン入れていただくとか、はい、そういう私たちの普通の日常の中でできるその積み重ねが、うん、世界の方々が、はい、生きててよかったって言えるね、うん、そういう一歩を踏み出すことができると思います。大きなことではなくて、うん、我々のできる小さなことがそれをお預かりして我々が持ちさせていただくと、はい、命につながりますので ね、でこんな機関士とか、はい、先ほど池田さんがおっしゃってくださったように、うん、教育を受けられない子どもたちがやっぱ貧困から抜け出すのはやっぱ教育を受けることが大きな鍵なんで、うんうん、はいはい、そういうサポートをさせていただいたりしてますので、ぜひご医療の方はまたなんかご関心のある方を送らせていただきます、うん、沖縄事務所の太田までご連絡いただければと思います、はいはい、電話番号、098-943-9215、 もう一度言います、はい、098-943-9215、 日本国際ケア対策課の沖縄事務所、はい、太田までご連絡いただければ、はい、もう喜んでいっぱい送らせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。また分かんないことがありましたらまた FM タウンの方にお問い合わせいただけると、はい、私たちの方でお手伝いさせていただきます。ありがとうございます。さあ、エンディングとなりました。もうちょっとこう先ほど途中シンミュートになっちゃって俺も大変申し訳なかったんですけども、エンディングせっかくですが丸山さんの曲をと思ってですね、あ、バックで、はい、ちょっと今そうですね、じゃあ今日も、はい、皆さん楽しい一日を過ごしてくださいということで、まなみで踊れティーダー、ありがとうございました。ありがとうございました。